僕の心を窮屈にしていく。ああだったんでしょう、こうだったんでしょう。身勝手解釈レシーバー。変わらなきゃ飽きましたって、変われば変わりましたよねって言いたいなんだい、それなんだい。矛と盾はなくならないようでして、幸せは貧乏げする良品愛車だ。苦しいことは繊細に映る高画質レンズで精一杯やってんだ。別に君のためじゃない、ね、そうだろう。性に合わないことして生きれるほど余裕ない。人生そう愛に、人生そう前に、人生そう命に、生きたいのは山々だが、割と根拠も証明もないような現状世界くらいがちょうどよくて、人生そうラフに、人生そうラフに、人生そうゲームみたいに単純なものでいいだろう。 AB ボタンでかけて決めたい未来もあるんだ。ヒーローのプライベートはきっとしょうもないと思うんだ。ありとネガティブだったり普通の人間してるさ。他人の声に惑わされるほど余裕ない。もういっそパンに、もういっそパテに、もうきっと説明書通りは綺麗すぎてしまうから、汚せ壊せ決められたつまらない固定概念なんて捨てろ。文字サイトにでもなる押し殺した声でやりたくないことに軽々しく頷くのはやめろ。あげろ顔をあげろ。疲れてしまったんだ、人のエゴで作られた像にだけはなりたくはなくて、時間を待てるときさ、一人目の前にした後悔と心電図はぐしゃぐしゃのまんま、思うことはただ一つぐらい。証明もないような